君が代斉唱が終わりました。続いて挑戦者パナマ国歌の演奏です。両国国歌の斉唱演奏が終わりました。引き続き日本ボクシングコミッション保坂誠コミッショナーによるコミッショナー宣言です。コミッショナー宣言、ただいまから行われます WBC 世界ジュニアフライ級チャンピオン中島花形さん、先ほどですね、両選手の表情が映りましたが、チャンピオン中島選手の表情はいかがだったですか？まあそんな硬くなった様子はないですね。よしやるぞっていうそんなあれが見えますね。控え室も先ほどのリポートでありますが、暴れを追ってやるという強気なことを言ってたようですね。サバタの方はどうでしょうか？まあやっぱり南米のあれでなんか陽気な感じがしますね。今日はしかし国技館ちょっと冷え込んでますね。ちょっと寒いですね。我々リングサイドに放送席があるんですが、ちょっとこう肌寒い感じの館内です。挑戦者のサパタ、左側チャンピオン中島茂雄。こういう時はあの控え室でよく体温めてこないとパンチが効きますからね。さて続いて両選手が紹介されます。世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦を行います。赤コーナー、世界ジュニアフライ級チャンピオン、108パウンド、米倉所属、中島茂雄。つけたチャンピオンベルトを絶対に守ってほしいところです。チャンピオン中島茂雄が紹介されました。挑戦者、世界ジュニアフライ級1位、108パウンド、パナマ、ダリオ。世界ランキング1位、文字通りトップコンテンダーです。 WBC 世界ジュニア階級1位の平木サパタが紹介されました。この試合はレフリーがヘンリー・エルスプル、アメリカ。ジャッジがハロルド・レダーマン、アメリカ。同じくジャッジ、ホセ・エスカランテ、メキシコ。3人のレフリージャッジです。この試合は JBC、WBC のルールによって行われることは言うまでもありませんが、採点は10点法です。試合続行に差し支えない場合はダウンの回数に関係なく試合が行われます。いわゆるフリーノックダウン制。またダウンは最終ラウンドゴング以外は使われません。日本製6オンスのグローブを使用して行われます。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、まもなく試合開始です。試合が開始されました。日の丸の旗、そして右の太ももには出身校駒澤大学の刺繍をしましたチャンピオン中島茂雄。グリーンのトランクス、白いリン、サイドライン、ウエストラインが入りました。挑戦者 WBC 世界ジュニアフライ級1位、イダリオ・サパタです。花形さん、はい、しかし両選手ともにですね、
第1ラウンドというのは非常に重要なポイントになっているような気がするんですが。そうですね、中地君もここで少し脅かすようにバーッとラッシュするのもいいんですけどね。踏み込んでいきます、チャンピオンの中島です。ストレートを伸ばします、左をサパタ、右のフックです。チャンピオンの第1ラウンド試合開始早々の動きはどうですか。まあまずまずじゃないですか。サパタいい右出しますね、はい、この右をですね、かいくぐっていかなければいけないチャンピオンですよね。そうですね、ちょっとやりにくい感じしますね、やっぱり背が高いですからね、はい、リーチの長いリーチを生かした右が飛んできます、挑戦者イラリオサパタ、サウスポースタイルのサパタです。ダイナフックちょっとバランスを崩したチャンピオン中島、しかし非常に落ち着いているように見えますね。まあ落ち着いてますね。シュッシュッ声をかけましてチャンピオンの中島が踏み込みます。ピーンと張り詰めた緊張感、 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ第1ラウンドです。中島君ももう少し左使った方がいいですね。左を、相手もですね、しかし背の高さ、そしてリーチの長さというところ、この辺がね、そうですね、中島余裕です。ワン・ツー、鋭い視線を送っている挑戦者サマタ、スリップです。中島が笑みを浮かべましたね。この辺は中島の余裕なんでしょうか。左のボディを放ちました中島です。まあ、右利きと左利きでやるとどうしても足が引っかかりますからね、はい、中島は左回り、サパタは右回りということです。第1ラウンドが終了しました。第1ラウンド花形さんの採点10対10のイーブンです。新チャンピオンの中島茂雄初防衛戦、これまでご覧のような戦績です。新春1月3日金星神を文句のない3対0の判定で下して世界ジュニアフライ級 WBC チャンピオンの栄冠に輝いています。試合は第2ラウンドです。中島の身長が161センチ、サパタが当初はですね170センチというふうに言われていたんですけれども、予備検診の時に測りましたら168センチでした。リーチの差は11センチあります。中島がマイナス11センチです。向こうの選手はリーチは長いんですよね。しかしですね、中島は以前に右のストレートです。中島、あのストレートですね、はい、サウスポーにあのストレートいいと思いますよ、はい、中島はですね、実際に見たのは今回もちろん初めてなんだけれども、それまで写真とか、はい、いろんなこうテープで見たものよりも意外とこう大きさは感じないということを言っていたんですがね、はい、そういうのは自信になるんじゃないですかね。自信になりますか、やはりあの相手の選手を見るまでは不安でしょうね。そうですね、右のアッパーです。おお、サパタの右アッパーです。怖いですね、はい、第2ラウンドサパタの右アッパー、 中島の出鼻をくじきました。やはり先ほど見せましたようなああいった右のストレート、そうですね、右のストレート、左回りしてて右ストレートですね、はい、踏み込んでいきますチャンピオンです。もうサパタの右はですね、ジャブというよりはストレートといった感じですね。そうですね、もうストレートですね、はい、右ストレート、チャンピオンです。ボディへのストレートです。鋭い線を送ります挑戦者サパタ、チャンピオンが踏み込みます。リラックスムード、チャンピオンの中島茂雄、軽やかなウィービングです。
チャンピオンが語っておりました。冷静でいられる間は僕は大丈夫だという話をしてくれましたので、これまでの動きはなかなか冷静のようですね。まだ冷静ですね、はい、パンチを食い始めると少しカッとしますからね、はい、田畑も軽やかなフットワークで回り込みます。サウスポースタイルのリーチを生かしてパンチを炸裂させます。挑戦者サバタ踏み込みます。チャンピオンです。第2ラウンド残り15秒になっています。レフリーはヘンリー・エルスプルアメリカです。第2ラウンドが終了しました。静かな序盤戦、第2ラウンドも10対10のイーブンです。青コーナー挑戦者サバタです。1958年8月19日生まれの21歳です。77年の11月にプロデビュー。これまで12戦して11勝1敗6つの KO 勝ちです。中南米パナマ出身です。第3ラウンドが始まりました。サバタはこれまでプロ入り6戦目ですが、 WBA 元ジュニアフライ級チャンピオンのファン・グスマンと10回戦判定勝ちを収めました。ローブローの注意です。レフリーのヘンリー・エルスル、中島が攻め込みます。どうですか、こういったあの中島の仕草は田中さん、どういうふうにご覧になりますか。まあ、ちょっと自分であれですね、大振りだったのはあれしてるんですかね、まあ、一つには自分の気持ちを落ち着かせようとしているところもあるんでしょうね。そうですね。右のストレートを出します。挑戦者サバタ左を伸ばします。右です。しかし黒人選手というのはその体にですね色が変わりませんので、ちょっとこう表情が分からにくいんですよね。スライディングストレート、はい、いいです。中島が攻め込んだ、回り込みます。サバタです。今のストレートはいいですね。そうですね、あの後またワンツー打ったらいいんですけどね。ストレートからワンツーですか、しかしこうした動きを見ておりますと、右のボディです。ストレートをボディに回しました。中島捉える可能性というのもかなりありますね。そうですね、右です。ダブルに回しました。中島踏み込んで右ストレート顔面に引っ越しました。サバタ の, あのガードがちょっと開きますからね、はい、あそこは右のストレートいいですよね、今度は空振りですが積極的に攻めます。ラインのボディです。さあそこにあの左のボディブローもいいんですよね、はい、まあ、あれで動きを止めておいて、あのこう中盤から後半にかけて勝負に持っていくといいんですけどね。中島が第3ラウンドいいモードです。試合を進めています。右のストレート断面へ、あるいはまたストレートをボディへ、カウンターで持っていっているチャンピオンの中島茂雄です。左を入りました。中島です。踏み込むチャンスというのがこの試合の大きなポイントだと思うんですが、まあ、体揺すぶって入っていった方がいいですね。正面から入っていくと、右ストレート左ストレート食いますからね、サバタのパンチのスピードはどうですか。右なんかいい、まあ、スピードありますね。軽やかなフットワークを使います。サバタ左のストレート伸ばします。第3ラウンドが終了しました。第3ラウンド花形さんの採点10対9と中島が取りました。第4ラウンド開始です。さて序盤戦1ラウンドから3ラウンド、まあ、序盤戦のですねペース争いが問題だという話でしたが、どうですか中島にとっては。だんだん体温まってきて調子ついてきましたね。右のストレートが当たるようになってきましたね、はい、やはりこの右のストレートというのがこの勝負のポイントになるんでしょうね。中島君の右のストレート強いですからね、はい、サバタもパンチを繰り出します。放送席渡辺さん、はい、
今あのペース争いという話になりましたけれども、ええ、あの柴田邦明選手がいるんですよね、はい、で柴田選手は非常にサウスポーに強いんでちょっと聞いてみたんですが、はい、あの今のところ中島はペースをあの掴んでると、はい、ただもう少し状態を揺すって入った方がいいんじゃないかと、ね、いうことを言ってますね。あで会長の方もですねもうちょっと相手の動きが分かったらどんどん攻めていきますとこう言っております。そうですか。今日は同郷の世界チャンピオンフェザー級ジュニアライト級2階級制覇をした柴田邦明選手が中島のセコンドについています。右です。ボディーブロー。ちょっと今腰を落としましたが、そうですね、ちょうどダッキングした時そうか、当たったような感じだったですね、はい、ボディーを捉えました。中島のパンチです。中島のフットワークも軽やかです。色鮮やかな両選手のトランクス、真っ赤な情熱のトランクスをつけました中島茂雄チャンピオン。グリーンのトランクス、サボタ、中島が攻め込みます。一発のパンチは中島君のがありそうですね、はい、中島はこんな風にも言ってました。テクニック、柔軟なテクニックとですね、僕の強打の対決ですよということを言っていたんですがね、スッとバックしましてサボタが距離を取ります。中島の左フックです。右顔面を捉えました。右のボディです。右です。ストレート顔面を捉えた。中南米特有のサルサのリズム、軽やかなフットワークです。挑戦者左をサパタ、距離を詰めて攻め込みますチャンピオン中島。試合は第4ラウンドです。サボタ目はいいですよね、はい、よく見てますね。右です。その右をもらってはいけません。チャンピオンの中島、ちょっと激しい動きになってきましたね、はい、サボタがそろそろ動き始めたんでしょうか。動きが激しくなってまいりました。中島君さん、はい、挑戦者コーナーですがね、ええ、盛んにですね右のアッパーを狙うように指示を出してますね。で中島の動きについてはですね非常にいいと言ってます。そうですか。第4ラウンドが終了。お互いににらみ合いがありました。第4ラウンド花形さんの採点10対10と差がありません。第4ラウンドの攻防です。この後中島がですねこれです。あ、左フックですね、あとにストレートが出るといいんですけどね、コンビネーションでね、さあ試合は第5ラウンドです。冷静な試合運びをしたいと言っていたチャンピオンの中島茂雄、いいムードです。第4ラウンド終盤あたりからサプタがやや動きを軽やかにし始めました。アッパーを狙えというサバタの指示でした。右のストレート顔面を捉えました。中島のパンチです。これまでのところはですね花形さん、はい、あの右をかいくぐって中に入っていってると見ていいでしょうね。そうですね。中島君として右左右と打つといいんですよね、はい、ダッキングした中サバタがちょっとバランスを崩しました。激しい中島のファイトです。このファイトが1月3日に炸裂してチャンピオン金星シーンからタイトルをもぎ取ったのであります。サバタの表情も変わりました、はい、右ストライドボディです踏み込んで打ちました。平前福井館満員8000人のお客様が次第次第に湧いてまいります。中島茂雄左をサバタ、今の攻撃は良かったですね、はい、ああいった思い切った攻撃が必要ですね、絶対に僕はチャレンジャーの気持ちを忘れないと語っていた中島茂雄、猛烈に攻め込んでいます。ワンツーです。サバタその右ストレートは流れました。サバタがちょっと中島が注意されていますけれども、しかしですね花形さん、米倉会長はですね、はい、中島はとにかくファイトマンだと、このファイトがいい面に出れば申し分ないんだけれども、ややもするとですね
一つのこう墓穴を掘る場合もあるので注意しなければいけないと、こういうふうに語っていたんですが。そうですね。あ、今の左ストレートちょっと怖いですね、はい、あまり、前正面から入っていくとあれを食いますからね。右のストレートです。中島が押し込みます。ニュートラルコーナー、挑戦者姿にホールドの注意が与えられました。第5ラウンド2分30秒が経過します。おお、このフックです。中島の KO フック。再三にわたって鎌田のホールドを注意します。レフリーのヘンリー・エルスプルアメリカ。第5ラウンドが終了しました。第5ラウンド金形さんの採点10対10、差がありません。ラウンド中島が攻め込んでいくところです。右のストレート、これはどうでしょうか。まあ、いいの言いましたね。あともう一発かにやつ欲しかったですね、はい、さて試合は中盤のグラウンドに入ります。第6ラウンドです。中島茂雄は茨城県結城郡八千代町の出身です。東北本線の小山から水戸線で下館へ行きまして、そこから南へ20キロ下がりますと結城紬の里、結城郡がありますが、その典型的な農村地帯になった中島、その子供の頃から負けん気の強い性格で何でも一番になりたい、こういった子供時代の中島がありました。現在は WBC の世界ジュニアフライ級のチャンピオンであります。田畑のワンツーです。高校時代のですね、下館一高のボクシングの監督、井川監督の話によりますとですね、火の玉ボクサーだと中島のことをこう呼んでいたんですが、パーッと燃えたら飛んでいってしまって帰ってこないということを言っていたんですがね。そっか、燃えやすいんじゃないですか。そうですね、それがいい面に出れば中島のベストな試合ができると思います。田畑の右が入ったところ、中島も右を返しました。試合は第6ラウンド1分10秒が経過しました。ボディへのストレートです。中島ワンツーです。このワンツーは危険です。要注意。右ストレート、中島です。正面から入ってくとあのワンツー食いますからね、はい、少し体を揺すって入っていった方がいいですね。中島のですね、トレーナー、セコンドの柴田文明選手がですね、はい、絶対に相手の左の正面に立たないことだと、そして自分の右を正面に持っていくことだということを話していたんですが、そうですね、サウスポーに対してはそうですね、右左右と打ってもいいんですよね、右左右、はい、サバタの右が中島の顔面ですがこの辺は中島どうなんでしょうか。右のフックです。しかしこのサウスポーのリードパンチ、絶対にこれを外していかなければいけないませんね。そうですね、それってると左ストレートも来ます、ね、右ストレートです。中島顔面のストレート、右ストレート踏み込みます。中島です。サバタがクリンチで逃れます。右ストレート、おお、中島らしい動きです。身長差7センチ物ともせずに突っ込んでいきます。中島左ボディーブローです。第6ラウンドが終了しました。第6ラウンド花形さんの採点では10対9、中島が取っています。選手の体格表をちょっとご覧いただきたいと思うんですが、中島選手が161センチ身長です。田畑が168センチ、リーチが中島156、サバタが 167.5 です。体重はご覧のようにジュニアフライ級のリミットいっぱいで、今朝の計量を1回で発しております。第7ラウンドが始まりました。中島としてはこういう試合の流れでいいんでしょうか。これでいいですね。
初の防衛戦、そういったですねプレッシャーというのは現在のところあまり感じませんね。感じないですね。非常に冷静な試合ぶりです。ストレートを伸ばした中島です。赤いトランクス。放送席渡辺さん、はい、どうぞ。挑戦者コーナーですがね、はい、セコンドの指示はもっと距離を取るように、やはりね、それとボディを狙えという指示ですね。ストレートから左のフックを返すように、こういった指示が飛んでおります。なるほど。確かに距離という点では今レポートがありましたように、もっとこう田畑としては生かしたいところですね。そうですね、あれだけ、まさに火の玉バッター中島が突っ込んでいきますが、サウスポースタイルの田畑、右のストレート、ご覧のようなリズミカルなフットワークです。左をサバタ挑戦者。サバタは元チャンピオンのファングスマンを破りました。そしてまた WBA 元世界ジュニアフライ級チャンピオンのフレディ・カスティーヨも破っております。中島が攻め込みます。サバタのそういった経歴からしますと、文字通りトップコンテンダーチャレンジャーは WBA、WBC ともに、おーショート連打です。中島冷静です。中島君もよく見てますよね。よく見てますね、まあ、サバタみたいな上手い選手には一発で当たらないですからね、はい、2発3発もう3、4で当てるような感じのがいいですね、はい、ストレートをボディに当てました。チャンピオン中島であります。しかしですね、このサバタもですね、ワンツーを出してくるときに右です。攻め込むか中島、クリンチで逃れます。サバタやはりですね、金星春との試合かなり両選手とも失血がありましたので、右です。顔面を捉えた中島のパンチです。その辺の頭のぶつかりというのを計算しているんでしょうか。この辺は、ああそうですね、サバタも左を出します。接近戦になりますとサバタがクリンチで逃れます。試合は第7ラウンド、まもなく2分30秒が経過しようとします。サバタのワンツーもですね、早いとミスレート顔面でした。いいところはゾンビもやろう。左のボディです。あれ公開練習でよく練習したんですけどね、見せました ね、こういった意味で、はい、サウスポーに対してあの左のボディブローいいんですよね、はい、右ストレート、右ストレートが入ったところでした。第7ラウンドが終了です。第7ラウンド花形さんの採点10対9、中島が連続して取っています。さて第7ラウンドの右ストレートです。もう一度ご覧いただきたいと思いますが、これです。あ、いいの入りましたね、はい、思わずサバタが交代しました。さて試合は第8ラウンドです。手元の採点では現在まで中島がフルマーク、第3ラウンド、第6ラウンド、第7ラウンドと花形さんの採点では中島が取っております。しかしこれまでですね、ストレートが綺麗に決まっているとはいえですね、絶対に油断はできませんね。油断しちゃダメですね。絶対気抜いたらダメですよね。サバタに対しまして注意が与えられました。パナマ運河の国、カリブ海と太平洋に挟まれましたパナマから1万7000キロをやってきたチャンピオンのベルトを奪取しようとしてやってまいりました挑戦者、イラリオ・サバタ。WBC だけではなく WBA のトップコンテンダー1位にもランクされております。どうですかね、左がふわっと出てきたところに中島も踏み込んでいくチャンスもあるんじゃないでしょうか。そうですね、サバタが右出した時、中島合わせるように右出すと結構いいんですけどね、ってますね、右のストレートを当てます。挑戦者、左をサバタ、ワンツーです。踏み込みます。中島の方はですね、左です。フックを顔面を捉えました。腕から顔面です。この左フックはそのまま顔面を捉えました。ボディへ右ストレート、中島いい攻撃です。波状攻撃をかけます。チャンピオン中島茂雄、左フック、あるいはボディへのストレート、ご覧のように左のボディブロー、右ストレートと
波状攻撃で姿を染めております。チャンピオン中島修行です。中島もだんだんエンジンかかってきましたね。はい、今回も苦しい現状がありましたけれども、それを乗り越えました。右のストレートを伸ばします。挑戦者の坂田です。まあ、序盤ではですね、花形さんが右ストレートだけではいけないと、もっとその後のワンツーも必要だということを言ってましたけれども、このラウンドあたり波状攻撃をかけてますね。いいですね、左のアップは打った後すぐワンツー、右ストレートです。追い詰めます。中島茂雄、右のフックを返した坂田です。第8ラウンド右です。バッティングするところでしょうか。ちょっと腰を落としました。左を、そこで挑戦者左を当てます。中島君もちょっと気抜くと危ないですね、はい、あの左ストレートがしますからね。ガードをおろそかにしてはいけません。チャンピオン中島、右ストレート、これはどうなんですか。右ストレート頑張ります。右がいいですね。はい、的確にストレートを久保田の顔面あるいはボディへヒットさせています。チャンピオン中島茂雄、残り5秒です。第8ラウンド、第8ラウンドが終了しました。第8ラウンド、花形さんの採点では10対9と中島が取っています。第8ラウンドの中島の攻撃をご覧ください。まずボディへのストレート、そして顔面へのもう一発、これです。中島のストレート、かなりスピードがあると見ていいでしょうか。スピードありますね。ボディにも決まってるし、はい、あの顔面にもよく決まってますね。非常にどうですか今の表情、花形さん。やるぞっていう、そういう、もう気持ちが表れてますね。初防衛戦とは思えない落ち着いたリングさばきです。左を放ちました中島茂雄です。渡辺さん、はいどうぞ。チャンピオンコーナーですかね、はい、あの左がちょっと少ないと言ってますね。左が、それであの何しろですね、まず右足、はい、そしてその後ですね、強く打てと、はい、いうことは言ってますね、はい、でペースとしてはもう完全に中島のペースじゃないかと、ただあの相手の左もですね、よく当たるんで、それはあの十分注意するようにと、こういうことですね。確かにペースは中島が掴んでいると言っていいでしょうか。そうですね、ペースはもう中島ペースですね。はい、右のストレートです。序盤戦のペース争いから中盤にかけまして、中島が試合の流れを持っています。主導権を握っているチャンピオン中島茂雄、初防衛戦とは思えない落ち着いた試合展開です。右ストレートですが、これはガードされました。しかしサパタはですね、あのまあ中南米からやってまいりました。連打です。おととい東京地方雪が降りまして、その辺のこう寒さという点はどうなんでしょうか。まあこのラウンドぐらいになればもう関係ないと思いますよ。体温まってきますからね。サパタのワンツーです。中島も右を返しました。サパタのワンツー、サパタもちょっと出てきましたね。はい、要注意ワンツーです。おー、坂田が攻撃に出ました。第9ラウンドです。折から日本にパナマの大統領が来日しております。その大統領が来ている時にチャンピオンベルトをもぎ取りたいと話していた挑戦者、稲城坂田、エンジンがかかりましたが、おお、これは怖い。左のストレートは空を切っていますが、これは危険です。おお、左です。中島カウンターを切った、右のアッパーを切った、中島パンチを返す。今の左は怖かったですね。今ちょっといいの食いましたね。はい、中島君としたらもう少し体揺すった方がいいですね。体をね、アッパーです。はい、正面に立ってると左ストレート食いますからね。右のフックです。このラウンドで左のフックを返した。中島が左をちょっと切っていますね。ちょっとそうですね、はい、左のどこでしょうか。左の目のところですかね。目尻でしょうか。わずかに鮮血が流れています。1月の試合でも切ったあの場所です。右ストレート中島、このラウンドは坂田もワンツー攻撃を仕掛けます。リーチを生かしたパンチを炸裂させます。挑戦者左を坂田、ワンツーです。このパンチです。アッパーは大振り、中島気を抜いてはいけません。残り5秒です。第9ラウンド、第9ラウンドが終了しました。第9ラウンド、花形さんの採点ですが10対10、差がありません。中島はですね、
どんな時にも僕は冷静でいられれば絶対にこの試合をものにできるんだと語っていたんですが、今のようなこうパッと血を見た時っていうのはボクサーあの現役の選手はどうなんですか。そうですね、やっぱり焦りますからね。自分で切ったっていう、そうやると試合止められるんじゃないかっていう、そういう気持ちがありますけどね。なるほどね、右ストレートです。中島田端の顎を捉えています。右ストレート、田端もパンチを出します。田端もこの前のラウンドあたりから出てきましたよね。そうですね、中島がうっすらと汗を浮かべております。左の目尻、左のストレートを伸ばします田端ですが、わずかに切っている中島。中島としたらもう少し体を揺すった方がいいですね。確かに正面に立っている時にバッティングを戻っていますね。左ストレート食いますからね、はい、ワンツーです。踏み込んでのワンツー。さて今のこの回り方なんですがね、ちょっとあるですね、つまりお互いのパンチを距離を取る方向に回ればいいわけですね。そうですね、ちょっとこれだとサウスポーの回り方ですからね、はい、長島といったら左と回らないとちょっとあれですね、左ストレートも食いますからね。現在は右にと展開していきます。これはサウスポースタイルの有利な展開の方なんですね、はい、第10ラウンド1分40秒が経過です。第9ラウンドの終盤あたりからサブタが攻撃を仕掛けてきています。右ストレート、中島回り込むサブタですが、ボディもパンチを放ちました。中島です。接近戦です。接近戦は中島のものです。踏み込まれるか、田端は日本刀を持っているんだ、中島は小刀を持っているんだと、こういったふうに考えればいいんだというふうに柴田邦明さんは語っておりました。つまり中に入れば相手の日本刀、長いリーチというのは全く生かせないということなんですよね。ワンツーだし、中島ショート連打、勢い込んではいけません。冷静な試合展開が望ましい中島茂雄です。右のストレートを突きました。左を柴田挑戦者、右ストレートを伸ばした、2発です、ね、はい、ダミーで持っていった。サウスポーにはああいう攻撃も当たるんですよね、はい、そうしますとこれまでのところではサウスポー対策というのはかなり成果を出していると見ていいでしょうか。そうですね、だいぶ練習しましたね、はい、試合は第10ラウンド間もなく終わろうとしています。第10ラウンドが終了しました。このラウンド花形さんの採点10対10、差がありません。挑戦者サバタコーナーです。79年の11月から WBC、WBA ともに1位にランクされておりまして、文字通りトップチャレンジャーです。アスカ、シュガー、加藤のように甘く華麗な美しいボクシングという代名詞を持ったニックネームがあります。そしてまた78年の8月韓国に遠征した時にはペケーニョ・デアブロ、リトル・デビル、小さな悪魔だとも言われたということです。挑戦者イラリオ・サバタです。対戦しているサバタに対して中島がこの後5ラウンドあります。どういった試合展開をしますか。現在まで中島の試合ペースを掴んでいると見ていいと思います。そしてまた9ラウンドあたりからサバタも攻撃を仕掛けてまいりました。この辺の攻防、残り5ラウンドにどういうふうに出ますか。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦11ラウンドが始まっています。右のフックです。サバタの右フックです。中島君も狙ったらダメですね。そうですね、一発を狙ってはいけません。中島茂雄、試合前にはオーソドックスな左対策で試合を進めていきたいと話していました中島茂雄。つまり先ほどから再三お話のあるそういった攻撃でいいんですよね。そうですね、体揺すってて1、2、3、もう3発、4発打つパンチじゃないとダメですね、はい、1発じゃ当たらないですからね。回り方が変わります。
この辺のダッキングあるいはスウェーはなかなかテクニックがありますね、目がいいですよね、はい、しかしこのサパタの構えなんですけれどもどうなんですか、このガードという点では右のストレート、まあ、ちょうど内あれですね、中島がですか、はい、ガードが少し開いてますからね。放送席、はいどうぞ、評論家の皆さんの採点なんですがね、平沢節孫さん、後藤秀夫さん、郡司信夫さん、はい、いずれも3ポイント中島リードです。そうですか、リングサイド専門家の見方も現在まで3ポイントこういったあたり中島がリードしているということであります。イラリオ・サパタ挑戦者チャンピオン中島茂雄、 WBC 世界ジュニアフライ級のチャンピオンです。第11ラウンド右ストレートです。今の右ストレートちょっと浅かったですね、はい、右のフックを離しますがこれは距離が足りません。青コーナーに詰めます中島、クリンチで逃れます。サパタです。共にパンチを出しましたが空振りです。第11ラウンドが終了しました。11ラウンド金方さんの採点10対10のイーブンです。お正月にセレモニーや15ラウンド戦ったその実績経験が僕の大きな味方ですと話していた WBC 世界ジュニアフライ級チャンピオン中島茂雄、初防衛戦は12ラウンドに入ります。左の出血はどうやら止まっているようですね。そうですね、右ストレートです。このストレートが中島のポイントを上げていくことができるでしょうか。ボディへのストレート、どうですか花形さん、これまでですね苦手と言われていたサウスポーなんですが全くその対策というものはマスターしていると見ていいでしょうか。そうですね、全然そう苦手と思えないですね。本当ですね、だいぶ練習しましたね、はい、中島茂雄は世界チャンピオンになる前にボディを打たれてダウンしてノックアウト負けを喫したこともありました。左のフックです中島、そういった苦しい試練を乗り越えて一歩一歩ボクシングの幅といい精神力といい身につけてきています。立派な世界チャンピオンです。中島茂雄、初防衛戦第12ラウンド1分が経過しました。しかしこれがですねつい先だってまでですね、まあボディーブローあるいはその減量といったところで苦しんでいた選手とは思えないんですよ ね、 そうですね。中島茂雄を心配そうに見つめます、米倉会長の姿が映ります。渡辺さん、はい、どうぞ。チャンピオンコーナーですがね、チャンピオンコーナーに勝ちてね、どこもやりにくいと言ってるそうですよ、はい、それで で会長はですねもうちょっと動くようにと、はい、特にですね上ばっかり狙わないで、練習の時下から上へというねいいパンチを出したんで、それを思い出せということを言っておりますね。会長は常に冷静であることが必要だ、自分の中のアサリとの戦いなんだと中島茂雄にこう言い聞かせたそうです。右ストレートを放った中島、ボディから顔面へと打ち分けが必要だという会長の指示ですが、花形さんいかがですか。そうですね、公開の位置なんかでよく見せた次第のアッパーがちょっと足んないですね。はい、今は左の服が入りました。12ラウンド2分経過です。中島忘れても左の服です。サパタがピンチしてきますね。そうですね、だいぶちょっと前に来たんじゃないですかね。はい、自分のコーナーに詰まっています。イラリオ・サパタ中島茂雄チャンピオン、試合は12ラウンドです。追い込んでいきます、右のフック。サパタのスピードはどうですか。ちょっとスピードなくなってきましたね。そうですね、11ラウンド10ラウンドあたりに比べますとちょっとスピードが落ちたようなそんな印象を受けるサパタですが、しかし油断はできない中島です。まだ油断しちゃダメですね。はい、ボディへのストレートです。中島、右ストレートです。右ストレート、サパタもパンチを出します。ワン・ツー、危ないぞ中島、危ないぞ。
正面に立つと危ないですね。はい、12ラウンド終了しました。第12ラウンド花形さんの採点10対10と差がありません。挑戦者サバタ、世界タイトル初挑戦、チャンピオン中島、タイトル初の防衛戦。試合は第13ラウンドに入ります。レフリーヘンリー・エルスプル、ジャッジハロルド・レラーマン・アメリカ、ジャッジホセ・エスカランテ・メキシコ、この3人のレフリージャッジの採点が気になるところです。第13ラウンドに入りました。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦です。さて中島としてはですね、この辺でも守りに入ってはいけませんよね。そうですね、これでいいですよね。でもサバトもこのあれじゃタイトルは取れないですね。そうですか、やはりチャレンジャーだった中島の時のあの闘志。そうですね、もう少し前に出て打たなくちゃダメですね。はい、柔軟なテクニックと強打のテクニックを持ち合わせた両者の対戦、13ラウンドに入っています。ボディへのストレートです。ショートで打ちます中島のパンチです。ジャブを伸ばすサボタ、右ストレート、いいですね。はい、中盤から終盤にかけてちょっと狩りを締めていた中島の右ストレートが顔面に引っ越しました。ウィービングしながら中に入りたい中島です。距離を取ってワンツーから、あるいは左のストレートを伸ばしたい坂田です。アッパーのパンチも持っています、危険なアッパーを持っています。やりを坂田追い込んでいきます。中島です、チャンピオン、よく見ています。坂田の動きをよく見ています。中島です、サルサのリズム、坂田の足の運びです。中島君も狙わない方がいいですね。はい、一発を狙ってはいけません。正面に立ってもいけない。13ラウンド、右のアッパーです。ショートアッパーを突き上げた中島です。右のフックです、引っ掛けるような右です。右のストレート、顔面を捉えました中島です。ボディを狙います、サバタ、追い詰める中島です。サパタは今どんなことを考えているんでしょうか。左のストレートカウンターになりました、要注意です。サパタはですね、とにかく中島ぐらいこんなもんだという感じでですね、かなり自信を持ってこの試合に臨んだんですがね、まあ、やってみてこれほど強いそう思わなかったんじゃないですかね。はい、右のストレートです、中島、2分40秒が経過しました。左です、サバタの左カウンター、これは怖いんです。残り10秒です、13ラウンド、第13ラウンド終了しました。このラウンドも花形さんの採点10対10のイーブンです。さて13ラウンドの動きを見ていただきたいと思います。さてこれは前半の方ですかね、中島が攻め込んでいって右のストレートですね、背中ですのでちょっと分かりにくいんですが、完全にカウンター顔面を捉えておりました。残り2ラウンドです。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦第14ラウンドに入りました。中島の左の目尻の出血は止まっていますが、右のあたりもちょっとこう下あたりちょっと、切ったみたいですね。これはあのパンチでしょうか、なんかぶつけたような感じがしますね。右の目の下ですが、わずかに腫れています中島です。しかし壮絶な打ち合いを演じたお正月の金星春戦が経験があります中島茂雄、冷静に試合を運んでいます。右ストレートです、サバタのパンチが出てきたところを狙ってスッとこう入り込みますね。そうですね、中島この辺は冷静です。14ラウンド1分が経過しようとしています。右のストレートです、顎を捉えた、
敵兵のデアブロ、小さな悪魔は何を潜めています。右のボディです。中島茂雄、中島君は元気ありますよね、まだ、はい、全くスタミナの衰えはありませんね。まあ練習よくやったんでしょうね、はい、ストレートから右の左のフックを放ちました中島です。右のアッパーです。高田のこの右アッパー、距離を詰めます。青コーナーに詰める中島茂雄、チャンピオンです。右のストレートです。もうサボタのパンチにもあまり威力はないですね、はい、確かに手数それから正確さはあるんですけど、右の左のストレートカウンターですが、このカウンターこれは要注意です。また右の目の下血が出てきました中島ですが、サポートもワンツー、あるいはまた右のアッパーカウンターのストレート、こういった多彩なパンチを出してまいります。第14ラウンド残り30です。もう2ラウンドですからね、はい、赤コーナーからは勝負だという声が聞こえています。左のストレート浴びてはいけません中島、追い込んだ。右のストレートです。ワンツーを返す。右のストレート中島です。14ラウンドが終了しました。サバタが両手を上げてアピールしましたけれども、14ラウンド花形さんの採点10対10差がありません。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチは最終ラウンドに入ります。チャンピオン中島、挑戦者サパタ、残り3分間の戦いです。パナマからやってきた WBC のトップコンテンダーサパタ、迎え撃つ初防衛戦中島茂雄、最終ラウンドです。右のストレート中島です。軽やかなフットワーク、中島スタミナの衰えはありません。サパタの右フックです。追い込みます中島、体を変えるサボタ、左のストレート、ここは後ろからです。これはいけません。レフリーのヘンリー・エルスプが注意を与えました。右のフックです。サボタ、苦しい減量を勝ち抜きました中島。追い込みます、右のストレート、顎を捉えます。中島君もこれでいいですよね、出てって、まあ、少し自分で勝ってると思ってるだろうけど、はい、逃げちゃうとちょっとまずいですからね。左、ね、のカウンターをもらってはいけません。金星心も破って WBC の世界チャンピオンになった中島茂雄、初防衛戦残り2分です。田畑の右です。あ、いい右入りましたね、はい、顔面を捉えました。あそこでもう少し連打が欲しいですね。ただどうですか、中島としてもですね、不用意に踏み込むとパンチを浴びるので、まあ、注意をしていたというのがあるんでしょうね。そうですね、まだ怖いですからね、はい、ボクシングは何が起こるか分かりません。最終ラウンド以外はゴムで救われない WBC のルールです。1分30秒が経過しようとしています。踏み込んだ中島です。右のストレートはガードされました。左を伸ばします。右のフックです。鎌田、中島の右ストレート、スレーもうまい中島です。サバタはクリンチです。右のストレート、右のストレート、ダブルです。いいっすね、はい、右のストレートダブルでした。苦しい表情を浮かべています中島茂雄ですが、追い込みます日向ボクサー中島茂雄。まさにその全身に情熱を借り出して中島が前進します。チャンピオン中島にストレート、残り30です。最終ラウンド
中島が攻め込みます。回り込み、島田です。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、中島修行の8号予選、残り15秒です。ストレート攻撃です。中島ちょっと中島も疲れたか。残り5秒です。左のストレート右引く、中島が返した。試合終了です。中島試合終了です。サバタ中島抱き合いました。お互いに健闘を伝え合いました。右手を持ち上げました中島。いかがでしたか花形さん。中島君の右のストレートが今日良かったですね。まだ正式な判定は出ておりませんけれども、今ジャッジペーパーが集計されております。3人ともニュートラルのレフリージャッジです。アメリカのヘンリー・エルスプル、ジャッジがハロルド・レダーマン、そしてメキシコ。おお、サバタがコールされました。サバタがコールされました。サバタが場内新チャンピオンの誕生であります。クラマイフビーガン騒然としています。サバタが抱えられました。挑戦者サバタ新チャンピオンの誕生です。いや花形さん、これはですね、まあ、いろんなポイントの見方があると思うんですけどね、ちょっとおかしいですね、はい、さてジャッジペーパーがまだ手元に来ておりませんので集計ができませんけれども、中島が敗れました。8号防衛戦、イラリオ・サバタが判定勝ちです。さて蔵前風間ちょっとこう騒然としているんですが、ジャッジペーパーが届きました。レフリーがですね、144対143、イラリオ・サバタです。残端が飛んでいます。ワンポイントサバタが取っています。そして、ジャッジのレダーマン、アメリカレダーマンが144対141、サバタが取りました。そして、メキシコのジャッジエスカランテ146対144、いずれもサバタの2ポイントから1ポイント、そして3ポイント判定で勝利を収めたわけであります。騒然としています蔵前国技館ですが、しかしですね花形さん、